こんばんは、トミーです。日刊トミー第20号、3月1日版ですね、本来ね。でもこれは3月2日の、未明に収録しております。なんとかそろそろ追いつけそうかなという感じになってきました。いろいろねありまして、ちょっと投稿が遅れておりまして申し訳ございません。ちょっとね、家庭内のこと、それから珍しくライブが立て込んだりして、そのリハーサルがあるものとかあったりしたので、ちょっとバタバタしておりました。火曜日ということで今週の活動予定ですけども、3月初めということで今月の活動概要をざっくりとお話ししたいと思います。まず今週からですね、3月4日第1金曜日はムーラの日です。これ覚えてくださいね、皆さんね。毎週第1金曜日はトミーの日です。例外はあると思いますけども、基本そうですね。でこれはムーラさんで、冬ことのデュオですね。これも指定デュオですね、考えてみたらね。もう何回もやってまして、例によってリハーサルなし、譜面なし、打ち合わせなしというね、三内ライブですけども、私の中ではね、和三郎さんと冬子というのは似てまして、何の指定もなく、で私が絡んでいくことによって歌がこうガーッとなっていくというね、同じものを感じますね。もちろんその巨匠と比べるのはあれなんですけども、同じものを感じます。和三郎さんね、最初の頃ね、本当に何が驚いたかっていうと、その私が遠慮がちにですね、なんとなくつけてたらもっと吹けって言うんですよね。ほんでオブリガードね、歌に乗せてガーッと行くんですけども、こう私がちょっとこうアクセル踏むと向こうもガーッと来てですね、でもうちょっと踏んだらもうちょっと向こうも来るというね、そういう、そんなボーカリストはもうほとんどいないんですけど、あの人はそうで、こっちがちょっと余計見出したらそれ上回る圧というかね、声量というか音圧というか、それ来るんで、すごいなと。決してね、私のトロンボーンね、前回に吹いたとしても負けない圧がありますね、和三郎さんはね。本当にそれは素晴らしいと思うけど、冬子も似たとこありますね。私がなんか絡んだら喜んで、そこからガーッと来るというね、同じ空気を感じますね。だからやってて楽しいですけども、私の弟子ながらですね、彼女はもちろんその指導したりとか全くしないですけども、何か彼女がね感じ取るものがあればそれでいいなと思うんですけども、だから松井の場合と違ってね、もう弟子いうことはないんですけども、だけど何か感じ取ってるんでしょうね、彼女はね。よくわからんけど、歌は素晴らしいです、完璧ですね、彼女の歌はね。世の中に完璧というものはないけども、限りなくそれに近いと思います。ぜひ彼女のね、伸びやかな、すごい声が鳴ってるんですけど、めっちゃ力んでる感じは全くなくて、だからそれだけ楽器の鳴らし方が、声というね、体という楽器の鳴らし方がいいんでしょうね。私もだから大きな音ですけど、そんな頑張ってることはないですよ、実は。全然頑張ってる時もありますよ、ファンクとかサルサとかの時は。それ以外の時はそんなに大きな音ですけど、全くその頑張ってやってる感じはないんですけど、それに近い感じがあると思います。冬子のオリジナルで、カバーもちょっとあるかな。なんせ曲目聞いてないか分からへんけどね、あるんじゃないかなと思います。来て損はないと思います。3月4日ムーラです、よろしくお願いします。それから、今月の内容をざらっと言いますが、3月12日明石のポチでですね、播州 80% これ本当 100% が美しいと思うけど、 80% 中途半端でいいじゃないかというね、太田和夫、藤本博之、ゴンちゃんですね、で佐藤秀則ドラムで、松井ですね。
大田区以外は播州出身か播州在住ということで 80% ってことになってます。これはスタンダードをやるつもりで15日にねそのスタンダードの収録あるのでその曲をちょっとここでやっとこうかなと思います。で13日ロリポップランドジョニーエンジェルですね。あ、時間とか言うた方がいいかな。ちょっと待ってくださいね。播州 80% さっき時間変えたんです。例のあれですよ、マンボウ君がですねまた猛威を振るってるのでだから時間変えざるを得ないんですよね。で少し早めになってます大体が。播州 80% は18時オープン18時半スタート3100円、税込み3430円になってます。まあこれで時間は配信があるかどうかちょっとまだ調整中で決めてないですけども配信があるかもしれません。3月13日はねロリポップランドは時間どうなんでしょうか、まだはっきりとはしてませんけどもこれも早めになるんじゃないでしょうか。5時半オープンの6時半スタートぐらいになるんじゃないでしょうかね。これオールディーズです。私が唯一やってるオールディーズの活動ですねいやほんまにこの年になってねオールディーズのバンドに参加することがあると思わなかったですけど曲は知ってる曲は多いんですけどねやったことないからね。でもいいように使われてて嬉しいなと思うし私のコーナーもあります。私が吠えちぎるコーナーもあるので、あ、この時は頑張って吹いてますあんだけのね音量のバンドにほぼノーマイクに近い状況で吠えてますからこれは頑張ってます。まあ、パイプラインとかテキーラとか、テキーラは最近多いですかね。テキーラも実はオールディーズというかそういうところから出てきてる曲なんですよね。なかなか面白いですね、いろいろ調べるとね。3月13日です、よろしくお願いします。それから3月15日ね、そのスタンダードアルバムのレコーディングライブです。で17時から1ステージ目7曲ぐらい予定してます。で、ちょっと間を置いて8時からもう1ステージ。これも7、8曲を予定しておりまして、これは無観客の配信のみになります。まあお客さん入れるとやっぱそっちにね、寄っちゃうので、やっぱその一応レコーディングという空気も残したいと思うので、そうさせていただきます。で、無料ですけども、まあよかったらお心づけとかお願いしますね。できたらたくさんのご支援、それから CD の新しい CD の概要もまたご説明しますのでよかったらまたご注文とかご予約とかご支援をお願いできたらと思います。でそれから3月21日ですね、これはジャズコンクラーベ、東京から森村健さんピアノ、山口拓也さんベース、そして伊庭芳君パーカッションって3人が来まして、私ともう何回もやってます。これラテンジャズのライブなんですけれども、こちらがございます。オープン18時半開演19時ということで、この時には開けてるのかな、もう分からへんね、どうなんのかね。はい、これがございます。まあいろんなところでやりましたけれども、まあ、関西では、まあ、京都の時は私呼ばれないことが多いですけどね、こっちの明石のポチかシアタージャジーかということですけど、シアタージャジーさんもいろいろ楽器が増えてましてね、グランドピアノも入りましたし、なんかマリンバも最近入ったということで、なかなかすごいですね、あそこもね、なんか面白いです。この時期にどんどんいろんなものを増やしていくというね、拡大方向に行くという、なかなか、面白いですけどね。まあラテンジャズ、最近サルサのねライブが全然できてないです。バンダリブレというねバンドに私おるんですけども、バンダリブレの活動がね全然できてない状態ですね。まあバンドだけで10人以上いるんですよね。だから、
そういうのって今もう全然できないじゃないですか。だから結局活動できてないですね。まあフロント、ボーカルがまあね、日本人ではないので、バニー・メンデス、アメリカから来てるんで、そういうこともあるのかなと思います。やっぱ日本人はこのね、これのこの流行り病に対する耐性って結構あるみたいなんですよね。その理由を解説しているような YouTube もあったかなと思いますけれどもね。なんとね、これで今月ライブ終わりですよ全然ないっていうか、もっと前半とかにもね入れようと思ったんですけどね、もう不透明やったから先行きがやめといたんですね。そしたら案の定やっぱりね、延長ですか、再延長ですね多分ね、なったんで、入れてもね、演奏はしたいですし、しないといけないですけど、やっぱりね、お客さん全然来ないとなると、私はいいとしても、メンバーにちょっと気の毒なんでね、なかなかできない状況なんですけども、まあ、3月後半は、まあ、特に明けてからのね、スケジュールは入れると思います、多分。ジョニー・エンジェルとか、もっと増やすと思うんですよね。だから、まあ、また決まり次第お知らせしますけれども、3月こんな感じです、まあ、特にもう今月は15日ですね。で曲もね大体出てきました。ちらっとここで言いましょうかね、曲がですね、暫定ですよ、この全然本決まりとかではないんですけども、You'd be so nice to come to come 言えない。You'd be so nice to come home to the Stella by Starlight。カーニバルの朝。これはオルフェのねテーマ曲ですね。黒いオルフェのテーマ曲です。What a wonderful world。この素晴らしき世界ですね。Someday my prince will come。いつか王子様が。で、インナーメロートン。この間ムーラで江藤さんとデュオでやってすごい良かったので。それもちょっと残したいなと思いまして、まあ一般的にねジャズをそんな知らない人でも知ってるというほどの曲ではないですけども、ちょっと残したいなと思いました。それからスペインね、チクコリアの、それからフライミートゥザムーン、テイクジエチレイン、サマータイム、カレハ、ジョージアオンマイマインドで、今ね関西ではもう特に関西ではあれです、サニーサイドね一応ねちょっと乗っかろうかなと。でキャラバンとかね、バードランドの子守唄とか、その辺をまあ一応予定しております。まあこれからね本番当日までにどういう風になるか分かんないですけども、特に凝ったアレンジもなくやろうと思ってます。まあその凝ってないけどちょっとひとひねりみたいなのはね入れたいなと思うんですけどね。マイルスのバンドもそうでしたしね、まあ、そもそもマイルスがスタンダードにした曲がたくさんあるんですけど、まあ、それに我々乗っかってるだけなんですけどもね、まあなんか工夫ができるものがあったらなと思います。これででもコルポーター、ガーシュウィン、エリントン、ディズニー、エリントンナンバーが多いのか、逆に。そっか。ルイス・ボンファですね。ブラジル。そう、ボサノバをね、一曲やっぱ入れないとなと思ったんですけどね。イパネマかなと思ったら、松井がこの曲を、オルフェはどうですかって言って、あ、なるほどなと思って、それにしました。そうか、エリントンが多いのか。まあでもいいですね、それはね。まあまたこれが15までどんどん告知していきますのでよろしくお願いいたします。ということで、3月のライブスケジュールのご案内でした。今回も最後までありがとうございました。それではまた明日。